ザナティラジオショー鬼魂、ザナティラジオショー鬼魂、ー鬼魂、ザナティレディオショー、鬼玉は f m ファイ5で放送していたラジオ番組である。愛称は、鬼魂。2003年4月に放送開始、ファイ5夜の看板番組であった。東京、西銀座デパートにある、サテライトスタジオ、銀座スタジオから生放送。2010年9月までは、 ザ・ナティラジオ正気玉、読み方は同じというタイトルで放送されていた。これはメインパーソナリティを務めるバカボン鬼塚の鬼と玉川ミサの玉から取られたもの。2010年10月からは玉川ミサ、プリーズオーツデンの番組卒業、パーソナリティ、スタッフの入れ替えに伴いザ・ナティラジオ賞に魂と番組タイトル解題された。このタイトルには 玉川の魂を受け継いでいこうという意思が込められている、と、チーフディレクターでパーソナリティを同時に務める、カカシのキックンが語っている。タイトルに入っている、なては、行かれたという意味の英語スラング。メインコーナーである、マルケツと、日替わりコーナーで構成されている。2010年10月と2013年4月には、オープニングやマルケツなどの BGM がリニューアル、されている。 2012年11月頃より、特に日、木曜日に、ヒッツ、ザタウンで使われる SE が使われるようになっている。2012年10月から2013年3月まで、木曜日の21時10分21時17分は、日本大学ミリオンライフ、パーソナリティは、佐藤しおりが放送していた。木曜日は、コーナーの BGM が、他の曜日と違うことが多かったが、 2013年4月からは、他の曜日と同じ BGM が使われている。バカボン鬼塚が、生活拠点を地元である静岡に移転するため、東京での夜の生放送の出演が困難となった。また、菊池も番組制作に専念する形で、パーソナリティからは引退することになった。これに伴い、ナティラジオ小座魂、ソウルにリニューアルする形で2017年3月を、 もって、番組の放送を終了した。火曜日以外のパーソナリティ及びスタッフ等は、新番組に引き継がれる。2017年3月30日の最終回には、木曜日パーソナリティの、藤井ページ、岡田紗理央に加え、バカボン鬼塚も出演。また玉川美佐からもメッセージが寄せられた。さらにエンディングでは、ハッピーダンバナ、斎藤ゆり、菊池淳介、小坂大魔王。 夏江口日の各曜日パーソナリティ及び元木曜日パーソナリティの小林アナが出演した。時間はいずれも日本時間。各曜日とも各コーナー間にマルケツ、フッツオタなどがある。なお、聴取率調査週間中、鬼魂感謝祭を開催などは変更になる場合がある。内容は公式ブログ NAC5 ホームページを参照した。 この番組のメインコーナーで大喜利のようなコーナー。毎回出されるお題に対し、リスナーから寄せられた回答を紹介する。通常のマルケツとゲストがお題を出すゲストマルケツがある。番組を始める際、ラジオで毎日何かを決め続ける番組をやりたいというスタッフの話から番組の核となるこの企画が生まれた。文字通り普通のお便りを読むコーナーである。 火曜でのバカボン鬼塚は、ローマ字書き、ふつおたのイニシャリズムで、ふとっととコールする。しかし、その時々で崩すことがあるため突っ込まれる。また、小林アナは、ふつふつと湧き上がる、この気持ち、ふつおた、とコールする。小林アナによると、コールにはいくつか種類があり、鬼魂以外でコールを流行らせたいらしい。現在は2015年4月2日から登場した岡田。 サリオがこのパターンを引き継いでいる。前、曜日とも使用する BGM が異なっており、特に水曜日は小坂が今を演じる、ふつおたんなどのオリジナルキャラクターがメッセージを紹介する。なお、投稿内容によっては、鬼魂シールがプレゼントされることもある。特に受験シーズン。毎日日替わりで、レギュラーアーティストとその日のメインパーソナリティ、かつ、ハッピーダンバラ、日。 バカボン鬼塚、水、小坂大魔王、木、藤井ページが様々なコーナーを送る。2013年7月より、アーティストコーナーから、内報番組に変更された。番組終了時の担当アーティストと番組は、以下の通り。これまで担当したアーティストは、以下の通り。2015年4月1日放送分より開始。眠りにつくまでが、放課後というキャッチコピーのもと、 リスナー1名が電話でクイズに挑戦するコーナー。同年10月5日の放送分から内容がリニューアルされたと同時にピチピチクイズ時代から22時代で行っていた時間を21時代、21時10分頃、ただし木曜日のみは21時23分頃だが、2016年6月7日より、新コーナーが開始された火曜日も21時23分頃、実施に変更された。 に、前倒し、現役学生でも参加しやすくした。ただし、このコーナーでは18歳以上の現役大学生や、専門学校生、社会でも参加できる。出題は全部で10問用意され、リスナーが正解した、枚数分だけ鬼魂シールが獲得でき、このうち1問でも正解した時点で、鬼魂シールに2015年4月現在あたり、番組を担当している。 パソナリティ全員のサインが入る。さらに鬼魂シールゴールデンを獲得できる、ゴールデンチャレンジに挑戦できるが、これは10問中正解した数だけ、キーワードが出題され、そこから連想する答えをリスナーが当てる。見事正解すれば、鬼魂シールゴールデンが獲得できる。十月一日放送分までの問題は全部で五問用意され、ち前半四問は、通常の問題。 最後は長難関と言われる問題をリスナーが3つのジャンルから選ぶことができた。前半4問に正解するたびに1枚ずつ最後の問題に正解すれば、それまでに獲得した鬼魂シールの象形を2倍した数値の枚数がもらえた。つまり、前半4問すべて正解最後の問題も正解すると10枚もらえた形となった。なお、月曜日の長難問ジャンルは、 三つあるうちの一つ、乃木坂四十六が出てくることもあった。このコーナーは、パーソナリティ全員が担当するため、ピッチピチクイズを担当しなかった、斉藤も出るようになった。火曜日、バカボン鬼塚は、鬼、魂ピッチピチクイズの時と同じく、前半四問のうち一問は、生歌による出題、歌った、部分後に続く歌詞や楽曲、歌詞にまつわる内容が出されることが多く、 リスナーが生歌の問題に正解しなかった場合、もう一方のパーソナリティであるキックンがツッコミを入れるというのが慣例化しているが、10月以降は行われていない。また通常の問題で一問も正解が出ないと、ゴールデンチャレンジに挑戦でない関係か、意表をついたり、実質のボーナス問題を出してくることもある。月曜日のみ、ハッピーダンバラ、2016年9月以前は、 バカボン鬼塚のコーナー紹介の際に、斉藤由里の、よい賞、という愛の手が、挑戦者紹介までエコーがかりで繰り返し流れる、演出が、あ。なお斉藤が乃木坂46のイベントや、体調不良で出演できなかった際には、斉藤のアンナーの斉藤厚里が代わりに愛の手を入れたことがある、2016年8月29日の放送など、ゲストは、 リスナーに決めて欲しいことや考えて欲しいことを冒頭にゲストマルケツ、通称ゲストついついのお題として出す。トーク、曲の後、最後にリスナーから送られてきたゲストマルケツのネタを紹介し、ゲストが気に入ったネタを一つ選ぶ。月、火曜日ではお題をリスナーに告知した後、鬼塚が リスナーとの更新と称して、即興の歌に乗せたり関係ないことを叫んだりする。バカボン鬼遣い枠、リスナーとの更新をやらないと、リスナーにお題が届かないとのこと。ここで即興でコラボレーションをするゲストもいる。愛子など。浦野和美は鬼魂リスナーであったため、リスナーとの更新に喜んで参加していた。キックンは、ゲストが乗っかると、更新が長くなりがちとコメントしている。 ゲストが18歳未満の場合は生放送出演ができないためゲストコーナーは事前に収録して放送する。その場合ゲストマルケツがないため代わりにクイズロックオンを行う。これはゲストコーナー内での発言をクイズにして募集するというものである。それぞれのコーナーでスタッフの田中イデアが選んだ時事ネタを含んだ投稿が紹介されることがある通称イデアチョイス。 フリートークからの流れでテーマを決めてメールを募集することがある。ほぼ毎日行われている。過去に水曜日はぬるっとトークとして正式コーナーになっていた。その名残りとして水曜日に関してはほぼ毎週小坂からテーマを決め、フっツオタの投稿フォームから内容を送ってくださいと告知している。これは2ヶ月に一度行われる感謝祭企画でも同様。 毎週月曜日のオープニングトークでは、お知らせタイムと題して、パーソナリティ二人からの様々な情報が告知される。月曜日のオープニングでは不定期で、以下のような企画が行われていたことがある。過去の概要は以下の通り、なお、コーナー初期は期間を設けず、プリーズオーツゲンの名前そのものをかけて勝負していた。しかしその後、プリーズコエアルティメットにて、 フリーズを打つ電が勝ってしまい、コーナー廃止となった。これまでの、あたやろの設定及び副題は、以下の通り、リスナーから送られてくるフッツオタを途中まで読み、続きをリスナーに予想してもらうコーナー。問題文に使われた、フッツオタを送ったリスナーには、鬼魂シールがプレゼントされる。2010年3月1日から、一定期間、ミルクマンモという、 フッツオタクイズの後ろ身の放送が行われていた。ミルクマンが途中で切れてしまった謎のフッツオタの続きをリスナーに募集し、続きをリスナーに予想してもらうコーナー。問題文に使われたフッツオタを送ったリスナーと面白かったフッツオタの続きを送ったリスナーには鬼玉シールがプレゼントされる。コーナー専用の OP テーマと ED テーマがある。また、牛の鳴き声の SE が多用される。 その後、木曜日コーナーとして復活。コーナー名も、ふっつおた、クイズに戻った。2016年3月10日に、岡田サリオが放送を休んだので、教えて。サリオ年表の代替として復活した。日替わりのコーナーがあった。また、キーボイスとして music.jp の、超高音質で放送翌日の午前0時から、配信されていた。 2ヶ月に一度のスペシャルウィーク、長手率調査週間に行われる。逆電企画、マルケツクラシック、過去のマルケツを再利用、鬼魂いるばら巻き抽選会、リスナーや溶飛対抗対決など、内容は多岐にわたる。鬼魂になってからは、マルケツバトルとバトルの等の企画の組み合わせが多い。また、2011年10月の鬼魂感謝祭からは、 期間中スタジオの中の様子をツイートカースティングで動画配信している。以下は企画の一例。なお、内容は公式ブログ及び NAC5 ホームページを参照した。鬼魂パーソナリティがお題に合わせたパフォーマンスを行い、リスナーが投票を行う。これを毎日2回4日間、合計8回行い、ポイントで順位を決める。1位のパーソナリティは鬼。 魂のセンターになる。2011年10月、2012年2月、2013年8月からは毎回放送。その日のパーソナリティの他に他の曜日のパーソナリティも入り放送する。2015年8月に放送。怪物をキーワードにパーソナリティ3人がリスナートの電話対談を行い、怪物っぷりをアピールしてもらう。また、 番組後半では、リスナーとパーソナリティの対決が1回行われた。アピールの判定は、パーソナリティ3人の挙手した人数で、電話出演したリスナーには次のようなプレゼントがあった。プラスワンパーソナリティと対決企画内容は次の通り。なおパーソナリティが負けた場合は、連帯責任として、全員ビリビリマシン。火曜日のみはキスをするの罰を受けなければならない。 この結果、4日間同して、男性チーム3勝、女性チーム1勝で、男性チームの総合優勝となり、4日目に出演した、岡田紗理オは、敗れた女性チームを代表して、エンディング時に1杯、放送後期で2杯センブ茶を飲んだ。なお、放送後期のセンブリ茶は2杯用意されたが、バカボンをニズカが1杯にまとめた。この週は、パーソナリティ、レギュラーアーティスト全員が、 黄色の T シャツを着ていた。また、木曜日には、サイン入りの T シャツがプレゼントされた。さらにバカボン鬼塚、福田萌が実際に着ていた T シャツも合わせてプレゼントされた。この鬼に魂感謝祭の開会ソングとして、元ネタである、24時間テレビのテーマソングである、サライのパクリ、鬼塚い曰く、人の歌みたいな感じに作った曲、アライが歌われた。 志村家が加入する前にいたザ・ドリフターズのメンバー、荒井中を歌った曲である。プラスワンパーソナリティと4日間の結果は次の通り、一位剣道部43.2位野球部29.3位、無線部とサッカー部28点。なおこの企画は罰ゲームがなかったものの、火曜日だけ、謎謎部のコーナー、21時代実施というコーナーを行い、リスナーと岡田サリオが対決。 岡田が正解した場合は、罰ゲームがなかったものの、答えられなかった場合は、バカボンを塚ときくんがキスをし、岡田は、センブリ茶を飲む形が取られた。しかし、岡田は、今回答えられなかったために、罰ゲームを受けてしまった。水曜日の企画は3テーマとも採点が、厳しめになってしまい、これを受けて、 翌日の木曜日は、プラスワンパーソナリティのバカボンを鬼塚の協力もあり、良かった内容には、高得点が入った。番組のメインである、今日のマルケツで紹介され、厳選されたネタを集めて、書籍化した本。もともと多くのリスナーから要望はあったが、鬼玉リスナーであった、メディアファクトリーの社員の、子は本にしたらヒットするという思いから提案し、実現化した。 2014年3月現在、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。